現場となったマージョリー・ストーン・マン・ダグラス高校、マージョリー・ストーン・マン・ダグラス高校銃乱射事件は、2018年に、アメリカ合衆国フロリダ州、ブロワード・グン・パークランドのマージョリー・ストーン・マン・ダグラス高等学校で発生した銃乱射事件。現場の学校名は、フロリダ州の環境保護に、功績のあった同盟のジャーナリストにちなむ。2018年2月14日午後3時頃、 同高校を退学処分とされていた19歳の元生徒が校内に侵入。元生徒は火災放置器を作動させ、生徒が逃げようと避難を始めたところに AR-15 ライフルを乱射。生徒や教職員17人が死亡する惨事となった。元生徒は5つの教室に乱射後、高校を立ち去り、警察に拘束されるまでに、 ウォルマートやマクドナルドに立ち寄る得意な行動を見せた。警察の取り調べに対し、攻撃を指示する声を聞いたとの供述をしているほか、うつ状態になり、治療を受けていた経歴も明らかになった。一方、白人市場主義団体に所属し、軍隊式訓練に参加していたことも判明している。逮捕後、犯人の追い立ちや数多くの困難を抱えていたことが伝えられたこともあり、 拘置所には全米や欧州各地から同情の手紙が殺到、1ヶ月余りで100通を超える量になった。現場に駆けつけた保安官代理は校舎に突入せずに待機しており、被害を拡大させたとして批判され辞職に追い込まれた。ドナルド・トランプ大統領は、後日、私ならだと、えぶきを持っていなくても突入していたと思うと語り、現場の保安官代理らを非難する発言を、 行っている。フロリダ州の検察当局は、2019年6月5日までに保安官代理を職務怠慢や偽証など11件の罪で訴追した。2018年2月20日、フロリダ州議会会員は、被害にあったダグラス高校の生徒が傍聴する中、アサルトライフルと大容量の弾倉を禁止する法案の提出を求めるについて採決を行ったが、 反対多数で否決している。2018年3月7日、フロリダ州議会会員は、マージョリー・ストーン・マン、ダグラス高校公安法を可決。同法は、銃の購入可能年齢の引き上げ、銃の連射を可能にする改造部品の禁止、精神疾患対策のほか教職員らの武装を条件付きで可能にすることが盛り込まれている。同月9日、フロリダ州知事が、 法案に署名して法律は成立した。銃の販売も手掛けるスーパーマーケット、ウォルマートは販売ポリシーを変更し、購入最低年齢を18歳から21歳に引き上げる方針を打ち出した。事件後、銃規制に反対する全米ライフル協会に対する批判がソーシャルメディアを中心に強まった。こうした動きに対し、協会員に対して、 割引制度や優遇サービスを提供してきた航空会社などは制度の廃止や縮小を打ち出した。ライフル協会幹部のテッドニュージェントは生き残った生徒たちが銃規制に向けた運動を行っていることに対して規迫がないなどと厳しく批判を加えている。事件後、一部の生徒たちは銃規制の必要性を訴え活動を行い始めた。2018年3月24日。 ワシントンで生徒側が企画した銃規制要求デモは数十万人が集結、近年まれに見る規模となり他の都市デモを行われた。しかし、生徒たちの行動がクローズアップされるにつれ、銃規制をアピールする生徒の姿勢に批判的な立場を示すものも現れた。2018年3月28日、アメリカフォックスニュースの番組司会者であるローライングラファムが ツイッターで、銃規制の活動を行っていた、生徒一人の大学受験結果を取り上げたところ、非難が殺到。また、受験結果を晒された、生徒側が番組スポンサーを務める企業に交番を呼びかけたところ、20社が何らかの理由をつけて、番組スポンサーを降板。事件の影響力の強さを見せつける結果となった。番組主会者は、後日、 謝罪のコメントを掲載するに至っている。PTSD を抱えた生存者が2名自殺したことが明らかにされた。ありがとうございます。